にちは、トルーパーズの山中です。ということで、最近入荷したロスコの商品でこんなものが入荷しましたですよっていう動画の続き、まずはこちらデューティーベルト。カラス、カラス、赤羽の子供たちの話題。こちらブラックとコヨーテカラーがありまして、こういった厚みのあるしっかりしたベルトですね。おまわりさんなんか、おまわりさんやあと兵隊さんなんかがよくジャケットの上からするようなタイプで、ウエストが確か70センチから約100センチまでのフリーサイズで、サイズ調整はこれこういった一応軽く説明してますけど、それぞれ買い物かご見ていただけると、それぞれ個別に商品をちゃんと紹介して、まあ、多分ちゃんとはあんまりしてないかもしれないですけど、個別の動画もありますので、しっかりちょっと購入検討してるっていう場合はそちらも見ていただけると幸いです。100センチまでだいたい2センチぐらいね、ベルクロかませればいいと思うのですよ、私は。どうだろう、それで使ってて、それじゃずれちゃったよ、外れちゃったよって言ったら3センチにすればいい。これでちょっと思いっきり最大にしました。そしてこういう感じですね、なのでサバイバルゲームなんかでもこれにホルスターやマガジンポーチをぶら下げたりで、そうすると、ベルトごとつけて外してっていうことができるので、とっても簡単なんですね。あとは屋外での作業員の方なんかもよく電気工事とかいろいろこうベルトに吊り下げるじゃないですか。そういった場合も専用のがあるよって言われたら、それまでなんですけど、たまにはこういったものでいかがでしょうかという、こちらブラックとコヨーテがあります。ということで次、アドミンポーチ。こちらもブラックとコヨーテのカラーが入荷しました。アドミンって何って言ったら、筆箱とかね、筆記用具入れみたいな感じで、構造としては、こちら簡単なマジックテープで蓋ができる、こういったこう突き刺し式のポケット、それとあとはこういったフラップがちゃんとついた、こんなの入れちゃったりして、ちょうどよかったりしてね、いろいろデコられてますけど、これはいいんだと。あとはなんだろうな、フラッシュライトですとか、こういったマルチプライヤーとか、そういうの入れるのにもちょうどいいフラップ付きのポーチがついてますね。これとじゃあ主にどうするのって、ベルトにつけるのはベルトでもいいんですけども、多くの人は本来はミリタリー系のベストでこういうところにつけて、手帳とかそういうの入れるんですけど、あとはこういったリュックなんかの表面にも入れとくと、ちょっとした小物入れにもなったりして便利ですよね。アドミンポーチ。最後にこちら、ロールアップダンプポーチ。こちらもブラックとコヨーテがで、こういった収納状態からこのフラップを開けると、こういったこうオープン状態になって、こういったこうね、やや大きめの袋、中はこんな感じで防水性もあったりします。あとはこれ最初にちょっと難点を言いますけども、こちらのストリングコードが両側についてるんですね。これがね、いまいち締め込む気があるのかないのかっていうの、この辺がちょっとなんか使い勝手が良くないかなっていう気がしますね。これだったら単純につけない方がいいんじゃないのかなとか思っちゃうけど、そういう批判は温かい目で見ていただいて、一応こういった感じでオープン状態でもこちらのフラップを
を使って簡単に蓋が閉じれるよと。で、さっきこれにペットボトルを刺そうとして用意してたんですけど、こちらにこの、まあ、通常の500、600の自販機で売ってるようなコーヒー、これを入れるとこんな感じですね。こういう感じで、まあ、余裕で2本は刺せますね、うん、それで蓋もできる。これね、まあ、本来は、まあ、ドロップマガジンポーチといいまして、ね、エアガン、まあ、実銃の方からですけど、隊員さんがライフルで撃ちました。でマガジンっていう、あの弾がいっぱい入ってるボックス、あれが空っぽになっちゃいましたよっていう時にマガジンチェンジをするのに、使い終わったマガジンを素早くここに収納しておくという、そういったことが目的で作られたんですけど、割とこれは便利だなと思って、例えばこうやって一回収納しといて、なんだろうな、ペットボトルが2本入るっていう余裕でね、割と大きめのポーチということで、普段はこのサイズにしとくじゃないですか。で背面がこうなってるんですね、例によって、まあ、モレーとしてベストやリュック、まあ、またはベルトにつけられるよと。で割とこう結構余裕もあるので、後付けがベルトにこう後付けができるわけですよ。タイトなやつだと結構きついんですけど、これはなんか結構余裕があるので、こうやってこう後付けした、で普段はこうやってこうね、背中の方に回しておく、まあ、これたまたま私が履いてるズボンがタクティカルパンツといいまして、ベルトループの横がないんですね。なぜならホルスターとか使うよ、まあ、このタクティカルパンツの再入荷に関してはまた後での話になって、でこれでこうやって普段街を歩いていて、でいざ使うぞっていう時になったら、例えば、ね、レジで買い物袋いりますか、いいえ私はいりませんということができるわけですよ。であとはやっぱり何かとイベントとかね、屋外での活動とか、うん、みんなで何かの時とか、ちょっとしたやっぱ袋ないかなっていう時があったりするので、そういう時はやっぱ便利ですね。もしこれでこれで使い終わったら、またこうやって畳んでこうしておいて、どうだろうな、これちょっと物々しいかな。あんまり物々しくなければ、僕これちょっと通常装備として普段からこうやってつけとこうかなと思うんですけどね、うん、まあそういうことで、アドミンポーチじゃない、今回はロールアップダンプポーチも紹介しました。でこれでお家帰って外す時も、付け外しがね、うん、割とまあ簡単に取れるので、これはね、あんまりこう、なんていうの、使用期間がなか、使用機会がなかったら、取っちゃうかもしんないな、俺、貯金って。うん、なんか変じゃん、なんか、うん。まあいいや。ということで、ロスコの商品、他にも、トルーパーズホームページでいろいろ商品並べておりますので、よかったら、下の説明欄から、物色していって、いただけると幸いかなと思います。でこれからも他にもいろいろ輸入品やら何やらいろいろ入ってきますので、随時紹介していきたいと思いますので、何かいいのあったらよろしくお願いします。では最後まで見ていただいてありがとうございました。